13日の金曜日は、12本のスラッシャー映画、テレビシリーズ、小説、コミック本、ビデオゲーム、タイアップ商品などで構成される、アメリカのホラーメディアフランチャイズ。主人公のジェイソン・ボーヒーズは、少年時代にキャンプクリスタルレークで、スタッフの過失により歴史したと考えられていた。数十年後、この湖は、呪われていると噂され、一連の大量殺人の、 舞台となった。ジェイソンは全ての作品に殺人者としてあるいは殺人の動機として登場する。オリジナル作品はハロウィンの成功を受けて制作され、監督、制作はショーン・イエス・カ・ニンガム、脚本はビクター・ミラーが務めた。全世界での興行収入は4億6800万ドルを超えており、ハロウィンが公開され、ハロウィンフランチャイズが トップに立つまでは世界で最も高い興行収入を記録したホラーフランチャイズだった。映画のプロデューサーであるフランク・マンキューソ・ジュニアはパラマウント・ピクチャーズがジェイソンは生きていたを公開した後テレビシリーズ13日の金曜日も開発した。このテレビシリーズはキャラクターや設定でフランチャイズと繋がっているわけではなく映画シリーズが象徴する 不運と呪いのアイデアに基づいて制作された。フランチャイズがパラマウントに所有されていた間、4つの映画が小説化され、13日の金曜日パート3は2人の別々の作家によって本案された。フランチャイズがニューラインシネマに売却されると、カニンガムはプロデューサーとして2本の追加映画を監督し、さらに映画、エルム街の悪夢シリーズのキャラクター、 フレディ・クルーガーとのクロスオーバー映画も制作した。ニューラインシネマの下では、ジェイソンを主人公にした13の小説や様々なコミックシリーズが出版された。映画は批評家の間では不評だったが、13日の金曜日はアメリカで最も成功したメディアフランチャイズの一つと考えられている。これは映画の成功だけでなく、 大規模な商品化や大衆文化におけるシリーズへの繰り返しの言及の影響でもある。このフランチャイズの人気は独自の13日の金曜日映画を作成したり、ジェイソン・ボーヒーズのレプリカ衣装を作ったり、13日の金曜日のアートワークを体に掘ったりするファンを生み出した。ジェイソンのホッケーマスクはホラーや大衆文化において最も認知度の高いイメージの一つとなっている。 1957年の13日の金曜日、ニュージャージー州ブレアーズタウンのクリスタルレーク付近のキャンプ場にて、一人の少年が溺れて、消息不明になった。それから数年の間、クリスタルレークのキャンプ場にて、奇怪な事件が多発し、ついには、キャンプ指導員の男女二人が何者かに殺害された、事件が発生。 キャンプ場は閉鎖せざるを得なくなった。さらに数十年経った1980年、殺人事件の起こったクリスタルレイクのキャンプ場が再開され、数人の指導員候補生たちがキャンプ場に訪れる。しかし、そのキャンプ場には一連の怪事件を起こした犯人が潜んでおり、指導員候補生たちを次々に襲っていった。1980年にて、 クリスタル湖で起こった悲劇から2ヶ月後、真犯人パメラが最後に引き起こした惨劇をただ一人生き延びた被害者、アリスが大量の血痕を残し、自宅から姿を消した。数年後の1985年、再びクリスタルレイクのキャンプ場に指導員候補生の若者たちが訪れた。キャンプ場に訪れたその夜、指導員のリーダーが、 クリスタルレークにまつわる怪奇伝説を物語る。しかし話が終わり、解散になった後、怪奇伝説に出てきたジェイソンが本当に現れ、次々と指導員たちを殺害し始める。前回の惨劇の翌日、ジェイソンの引き起こした猟奇的殺人事件の全容がニュースで語られる中、ブレアーズタウンのクリスタル湖付近にあるカフェを営む。 夫妻が何者かによって殺害される。そのまた、翌日、クリスタルコ付近の前回の惨劇の起きたキャンプ場とは異なる別のキャンプ場に数人の高校生たちが訪れる。メンバーの一人であるクリスは以前クリスタルコ付近で自分を襲った異形の顔の人物の悪夢に苛なまれていた。そして、高校生たちが向かったキャンプ場のナ屋の中には 前回の惨劇より生き延びていたジェイソンが隠れ潜んでいた。前回の惨劇が終わった日の夜、大規模な数のパトカーや救急車のランプがクリスタル湖のキャンプ場の夜を照らしていた。警察と救急隊員によってジェイソンに殺された高校生やバイカーたちの死体が回収され、その中には事件の首謀者であり生き残ったクリスに頭部へ斧を叩き込まれた。 ジェイソンの死体も含まれていた。だが、死体安置所に運ばれた、ジェイソンの死体が突如動き出し、検視員や看護婦を殺害。蘇生したジェイソンは、クリスタル湖に戻り、ヒッチハイカーや、別のキャンプ場に訪れていた若者たち、そしてキャンプ場付近に暮らす、特殊メイクの才能を持った少年、トミー・ジャービスの一家に襲いかかる。約一週間で、 三度にも渡って起こったジェイソン、ボーヒーズの連続殺人事件は、トミー・ジャービス少年がジェイソンを葬ったことによって、ようやく幕が下ろされた。しかし数年後、母親をジェイソンに殺され、共に生き延びた姉、ドリッシュとも引き離されたトミーは、ジェイソンに襲われた経験がトラウマとなり、18歳になってもその悪夢から逃れられずにおり、精神病院を転々としていた。 そんな中、森の中にある精神病院で暮らすことになった富田が、トミーだが病院にて自分と同じく精神病院で暮らしていた者同士による殺人事件が発生。その翌日に病院付近にて死んだはずのジェイソンの犯行と思われる猟奇的殺人事件が発生し始める。正体は救急隊員である男性ロイ・バーンズ。 無口でおとなしい性格をしたロイが、ジェイソンに憤した連続殺人に走ってしまった動機は、事件前に、精神病院で起こった、生徒同士のトラブルにある。このトラブルにより、短期で、攻撃的な性格をしたビクターに、斧で後頭部や腕をえぐられて殺害された少年、ジョイは、ロイの実の息子であり、理由は不明だがロイはジョイに、実の父親であることを名乗ろうとせず、 病院に預けていた。ジョイが無残な死体姿となったのを目の当たりにしたロイは、精神に異常をきたし、ジェイソンに憤して、精神病院やその付近の人間たちを無差別に、狙った連続殺人事件を起こすことになる。未だに、ジェイソンの悪夢に苛なまれていたトミーは、ある日、友人のハーズと共に、フォレストグリーンへと名を変えた、クリスタルレークへと戻り、 ジェイソンの埋まっている墓地に訪れる。悪夢と完全に決別すべく、トミーは、ジェイソンの遺体を掘り起こし、仮葬にしようと考えていた。宇治が湧き、もはや腐敗した状態となっているジェイソンの死体が、入った棺桶を開けたトミーは、かつて、ジェイソンを葬った時をなぞるように壊れた鉄柵を、その死骸に、幾度も突き刺す。 ジェイソンを仮装すべく、ガソリンに手をかけようとするが、突如落雷が起こり、ジェイソンに刺さった鉄の柵が、平い針となって、ジェイソンの全身に、大量の高圧電流が流れた結果、そのショックで、ジェイソンが蘇ってしまう。トミーの訴えにもかかわらず保安官は、聞き入れてくれず、次々と周囲にいる人間を殺害し始める。クリスタルレイク付近で暮らす少女、ティナは、 生まれつき、超能力を備えた少女であったが、両親が、夫婦喧嘩をした日の夜、ティナは家を飛び出してしまい、追いかけてきた父親を誤って、超能力で、湖の底へと沈めてしまう。それから数年後、クリスタルレークへ戻ってきたティナは、父親を生き返らせようと、父親の沈んだ湖に向かって、念力を放つ。しかし出てきたのは、ティナの父親ではなく、 トミーによって湖へと沈められた殺人鬼ジェイソンであった。次々とキャンプ場に訪れた若者たちを殺害していくジェイソンにティナは自らの超能力を駆使して立ち向かう。前作の殺人事件から数年後、ティナの父親の手で再度クリスタルレークの底へと沈められたジェイソンであったが、キャンプに訪れていたアベックのクルーザーの怒りに、 切断された電気ケーブルが接触し、感電したジェイソンは三度目の復活を果たしてしまう。クルーザーの若者たちを殺害して、ホッケーマスクを奪い取ったジェイソンは、ニューヨークへ向かおうとしている、豪華客船に乗り込み、修学旅行を楽しむ学生を、次々と殺害。生き残った数人の乗客たちはボートで脱出し、ようやくニューヨークへとたどり着く。しかし、ジェイソンも、 また彼らの後を追い、ニューヨークに乗り込んでいた。クリスタルレークに一人で訪れていた女性の泊まる、固定地内で停電が発生し、そこへ、突如ジェイソンが現れ女性に襲いかかる。しかしジェイソンが女性を追い詰めた時に、突如に照明が一斉に照らされ、特殊部隊の兵士たちが現れる。この女性は軍人であり、ジェイソンをおびき寄せるための罠であった。 特殊部隊に集中砲火を受けたジェイソンは、とどめの迫撃砲によってついにコッパミジンに吹き飛ぶ。何度も蘇生するジェイソンの生態を調べるべく、研究所にジェイソンの肉塊が運ばれるが、なんとジェイソンの心臓だけはまだ活動を停止していなかったのであった。そして、他人の体に入り一時的な復活を遂げ、無差別な殺人を繰り返す。 ジェイソンを完全に復活させられるのは、肉親の肉体だけであり、ジェイソンは、腹違いの妹とその家族を狙う。近未来、200人以上を殺害したジェイソンは捕獲され、研究所に収容されていた。いかなる方法を用いても処刑できない。不死身のジェイソンに対し、最後の手段として、冷凍刑が実行されようとするが、拘束から脱出したジェイソンは研究所で殺戮を。 始めてしまう。生き残った女性科学者、ローアンはジェイソンを冷凍保存容器に閉じ込めることに成功するが、ジェイソンの抵抗により自身も冷凍状態となってしまう。それから455年後、荒廃した地球にやってきた調査隊は冷凍状態のローアンとジェイソンを発見し宇宙船に連れて行く。蘇生技術によって息を吹き返した。 ローアンはジェイソンの船内に連れて来られたことを知り警告を与えるが、時すでに遅く蘇生したジェイソンは、船の中で殺戮を開始するのであった。ハリー・マンフレディには、第一作である、13日の金曜日の楽曲制作に臨む際、殺人鬼が登場しないはずの場面で、殺人鬼がいると観客が誤認するのを防ぐため、音楽は、 殺人鬼の存在に合わせて流すというルールを定めた。マンフレディーニーは特定のシーンで BGM が書かれていたことについて以下のように説明している。少女たちのうちの一人が射的場を準備した後に少年たちの一人が的に矢を当て、その準備した少女を見失う場面がありますよね。あのシーンはすごく恐ろしいのですが、よく聞くと音楽がありません。 あのシーンでは最高の場面を演出するために音楽を入れませんでした。The Earth, a scene where one of the girls is setting up the archery area.One of the guys shoots one arrow into the target and just misses her.It's a huge scare.But if you know a t i s m the Earth no music, that was a choice. また、マンフレディには何かが起きようとした場面では、 音楽を急に止めて、観客を一時的に安堵させることにより、その後起きる恐怖がより強大なものになると述べている。第一作である、13日の金曜日では終盤になってから殺人鬼が姿を現すため、マンフレディには殺人鬼が姿を現さない場面については、音楽という形で存在を示した。 彼がインスピレーションを受けた1975年の映画ジョーズでもメインキャラクターであるサメが直接姿を表す場面は少ないもののサメの登場に合わせてジョン・ウィリアムズの作曲したモチーフが流れるため姿が見えなくても観客にサメの存在が伝わる仕組みとなっているマンフレディーには強く発音するようなコーラスが含まれるクシシュトフ・ペンデレツキの曲を聴き 13日の金曜日、でも似たようなサウンドを作ろうと考え、終盤で、殺人鬼が繰り返した、キルハーマミーというセリフを元にして、キキキ、マママという音声を作り上げた。この個性的な音声は、マンフレディーニが映画に使いたいと考えていたものであり、荒々しく、はっきりとそして、リズミカルにマイクに吹き込んだ二つの音声を加工し、残響を持たせたものであり。 マンフレディーニはこの音声が、チャチャチャと聞き間違えられることについても DVD 版のオーディオコメンタリーの中で言及している。マンフレディーニは、第一作の楽譜を書き上げた後、友人宅の地下室で録音した。脚本を務めたビクター・ミラーとミラーの助手である、J. キューパーは、マンフレディーニの作った音楽が記憶に残るものだったと、述べ、キューパーに至っては聞いただけで、 姿が思い描かれるようだったと述べている。マンフレディーニーはパート2でも続投することが決まっていたため、完璧な楽曲を作ることを目標とすること以外は、前作よりも楽に楽曲制作に当たることができ、殺人鬼のためだけの曲を作っておくという前作からの縛りを緩めた。彼はパート2が殺人鬼が獲物を罠にはめて叩きのめしていく過程に、 重きを置いているため、マクガフィミやミスリードが多用される傾向にあると考え、観客を引っ掛けるために、ジェイソンのテーマ曲を流す必要があるという結論に達した。マンフレディには、第一作は悪い意味で、禁止眼的アプローチだったので、より伝統的な映画としての続編について考える必要がありましたと述べている。パート3の制作の時点で、マンフレディには、 ブロードウェイでの仕事が忙しかったため、最初と最後の場面の楽曲制作にとどまっている。彼の代わりに、ジャック・ケイ・ティラーが、第1作と第2作で使用された楽曲を組み合わせる形で、編曲した。チャンタで行こう。のヒットで知られる、音楽家、マイケル・ゼーガーが、オープニングテーマとエンディングテーマを作曲した。マンフレディニとゼーガーは、ゼーガーのアパートで出会い、 その場で、ゼーガーは、第一作のテーマソングを、ディスコ調にアレンジした。マンフレディーニは、完結編で完全復帰した際に従来と似たような、要素の楽曲を制作したが、いずれも、完結編に向けて書き下ろされたものである。新、13日の金曜日において、マンフレディーニは、新キャラクターであるトミー・ジャービス専用のテーマ曲を、制作した。この考えは、 歩く狂気が存在し、様々なキャラクターに疑いがかかり、観客の予想だにしないことが起こるというほのめかしを示すためのものである。パート6では、監督のトム・マクローリンがマンフレディーニに、観客に対し今起きている出来事を知らせるのではなく、観客自身がその出来事を知る手がかりを与えてほしい、という指示を出した。この指示は、1978年の映画、 ハロウィンの演出からヒントを得たものであり、マクローリンはよりつかみどころのないゴシック的な残響が欲しいと考えていた。パート7とパート8では契約の都合上マンフレディーニ自身は制作に参加していないが、彼が手掛けた過去作品の楽曲が流用されている。パート7の音楽は同盟の別作品の音楽を手掛けたフレッド・モリンがプロデューサーであるヤイン・ペーターソンからの 依頼を引き受ける形で担当し、残りのシーンの楽曲は、シリーズの過去作品から流用された。モリンは、パート8の音楽も手掛けたが、ロバート・プラントフルのオープニングテーマは、スティーブ・マイザーによるものである。ハリー・マンフレディーニは、ジェイソンの命日と、ジェイソン X の音楽を手掛けた。マンフレディーニは、フレディ VS ・ジェイソンでも起用されるはずだったが、 グレームレベルに交代という形で交番となった。ニューラインシネマの公式発表では、新しい方向性の一環とされているが、マンフレディには、フレディ VS、ジェイソンの、ファイナルカットは、今までと同じではないかと不満を述べている。1986年5月、ドーマークは、フライデーザサーティーンスをアムストラッド CPC、コモドア64、 &ZX スペクトラム向けに発売した。このゲームはプレイヤーが避難場所を探し出し、仲間に、そこへ隠れる、よう説得する内容であり、ジェイソンはプレイヤーに襲いかかるまでは、仲間のように振る舞っている。ドーマーク版、フライデーザサーティーンスの発売から3年後の1989年には、ニンテンドーエンターテイメントシステム用ゲームソフト、 フライデーザ・サーティーンスを開発し、アトラスが北米限定で発売した。2007年、ゼンデックスから携帯電話用アプリゲーム、フライデーザ・サーティーンスの配信が行われた。携帯電話アプリ版では、クリスタル・レイク・キャンプ場のキャンプ指導員の一人を操作し、仲間を殺す、謎の不審者の正体を暴き、キャンプ場から生きて脱出。 生存するという内容になっている。2015年1月、エレクトロニックゲーミングマンスリーは13日の金曜日を題材にした他人数向けの非対象型対戦アクションゲーム形式のサバイバルホラーゲームの制作が行われており、2015年10月に発売が仮決定していることを報じた。このゲームはもともといる本が、 スラッシャーボリューム1、サマーキャンプとして開発していたものだが、ガンメディアが開発を補助した結果、13日の金曜日を原作としたゲームとして開発が進められることになった。ゲームの開発資金はクラウドファンディングによって集められ、このうちバッカーキットでは16,109人から 271,439.2US ドルが集まり、 キックスターターでは28,237人から 109,143.40US ドルが集まった。2016年1月に開かれたペニーアーケードエキスポではガンメディアとイルホンの開発者パネルが出展され、アルファ版のフッテージとジェイソンの殺人アクションが公開された。そして2017年5月26日、このゲームはフライデーザ・サーティーヌス。 ザ・ゲームとして発売された。13日の金曜日は、ハロウィンなどの他のスラッシュアートは、対照的に、専門の批評家からは、否定的な評価を受けていた。批評家たちは、このシリーズが、プロットやキャラクター開発よりも、死体の数を多くすることに重点を置いていることや、各作品が前作とほとんど区別がつかないことを、嫌っていた。しかし、この映画は、 経済的に成功し、パラマウントは工業的に成功したことを条件に、さらに続編を制作した。13日の金曜日を、他のアメリカのスラッシャーフランチャイズの中で、工業収入上位のエルム街の悪夢、チャイルドプレイ、ハロウィン、サイコ、ソースクリーム、悪魔の生贄と比較し、2018年のインフレーションを調整すると、13日の金曜日は、 約7億5560万ドルで、1位の、ハロウィンの8億1300万ドルに次いで、アメリカで2番目に興行収入の高いスラッシャー、フランチャイズとなる。3位は、エルムガイの悪夢で5億9280万ドル。続いて、ソウが4億5740万ドル、スクリームが4億4290万ドル、サイコが3億7630万ドル。 悪魔の生贄にが3億460万ドル、そしてチャイルドプレイが約2億300万ドルとなっている。工業的成功はホームメディアにも及び2005年までに500万枚以上の DVD が販売された。2006年12月、イグノの映画シリーズベスト25に13日の金曜日シリーズが7位にランクインした。ランクインの理由について 審査員3名は、スラッシャー映画の走りは、ハロウィンシリーズだが、13日の銀曜日は1980年代の映画シリーズの中では最も影響力の大きいシリーズの一つであり、11本の映画、ノベライズ、コミカライズ、そして様々な収集価値の高いグッズの生産が、伝説的なシリーズである証明となっているという、見解を示した。ABC オンラインの芸術。 芸能記者のゲイリー・ケンブルは13日の金曜日シリーズの人気がポップカルチャー全体においても高いことについて触れている。ケンブルはジェイソンが第3作で初めて被ったホッケーマスクがポップカルチャーにおいて最も広く認識されているジェイソンのイメージであると述べている。 ケンブルは f r i d a y t h 1 3 t h f i l m s c o m というウェブサイトの共同設立者であるブレンナ、オブライエンとの会話の中で、なぜ二次創作映画を制作したり、ジェイソンの用紙を申したゴムスーツを作ったり、さらには、自らの体に、ジェイソンの絵や、フライデーザサーティーンスの文字を彫り込むほど、シリーズのファン層が熱狂的になったのかについて語り合った。 アメリカンカルチャーの編集者 ST カーニックはナショナルレビューに寄せた記事の中で13日の金曜日という映画はスラッシャー映画というジャンルの情勢に関わっており批評家がなぜこのシリーズが大きな影響を持っているのかを残念に思うところがないのと同じ理由であると述べているカーニックは13日の金曜日の制作者は ハロウィンのように頭の切れる映画を作ろうとしたのではなく、ハロウィンのスタイルを体系化し、他の映画制作者が真似しやすいように、ハロウィンに必要不可欠な要素を要約した。と述べた。カーニックは記事の中で13日の金曜日はキャラクターのバックストーリーをあえて観客に与えないようにすることにより、観客がキャラクターの死に気づいても奇妙なまでに心を。 動かされないという状況を作り出し、ホラー映画というジャンルを変えてしまったと述べている。実際のところ、13日の金曜日は、殺人鬼の経歴と動機に焦点が当てられており、直接関係する者への復讐だけでなく、無関係の者まで殺そうとするという点について、カーニックは、エルム街の悪夢、チャイルドプレイ、スクリーム、ラストサマーを呼び、 ハロウィンの続編群にも通ずるとしており、これらの映画のストーリーは、犯罪率の増加や、社会的混乱の深刻化の恐怖に触れており、観客は、心配事から話され、笑い飛ばすことにより、暴力の恐怖を克服できる方法を与えられる、形となると述べている。カーニックは、現代の批評家たちが、なぜこの作品が観客を魅了したかということを理解、できなかったがゆえに、 この作品に無責任で禁欲的なな作品というレッテルを貼ってしまったと考えている。カーニックはジョン・カーペンターの言葉を引用し、10代の若者たちは性的な行為に対する罰としてすぐに殺されてしまうのではなく、単純に殺人鬼の存在を気にしすぎているがためにすぐに殺されてしまうと拡大解釈している。ロジャー・イーバートが 13日の金曜日パートには上映された時犠牲者に対してかわいそうだと思う観客が一人もおらず人が死ぬシーンで盛り上がると書いたことを引き合いに出しカーニックはイーバートラの批評が13日の金曜日を見た人が情もなく人を殺したくなると思わせているとし批評家たちがいかに13日の金曜日を誤解しているかについて述べたカーニックは 13日の金曜日シリーズは、金欲的な作品ではなく、観客が登場人物に対して、関心や同情を抱かない作品であると締めくくった。13日の金曜日パート2に関するカテゴリー、13日の金曜日パート3に関するカテゴリー、13日の金曜日完結編に関するカテゴリー、新、13日の金曜日に関するカテゴリー、13日の 金曜日パート6ジェイソンは生きていた。に関するカテゴリー。13日の金曜日パート7新しい恐怖に関するカテゴリー。13日の金曜日パート8ジェイソン NYA に関するカテゴリー。13日の金曜日ジェイソンの命日に関するカテゴリー。ジェイソン X13 日の金曜日に関するカテゴリー。ありがとうございます。